三菱 UFJ フィナンシャルグループ UFJ ホールディングス UFJ 銀行東京営業部東京本部が入居した UFJ 東京ビル株式会社 UFJ ホールディングスはかつて存在した日本の金融持ち株会社2001年4月に三和銀行東海銀行東洋信託銀行が株式移転で経営統合し発足 三和銀行と東海銀行は2002年1月に合併し UFJ 銀行となり東洋信託銀行は UFJ 信託銀行に解消した。その後 UFJ 銀行の不良債権処理問題により2005年10月1日に株式会社三菱東京フィナンシャルグループと合併し株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループとなり 資産規模約190兆円の世界最大の金融グループが誕生した。コーポレートカラーはワインレッドだった。UFJ は United Financial of Japan の頭文字である。ただし、当初からファイナンシャルがファイナンスの形容詞のため英文法上不適切な表記と受け止められる場合があり、UFJ ホールディングスでは公式サイトの企業情報 FAQ ページにおいて ユナイテッド・ファイナンシャル・オブ・ジャパンは固有名詞であると解説していた。ありがとうございます。